皆さんこんにちは、私 NBDC バイオサイエンスデータベースセンターから来ましたミノワと言います。バイオサイエンスデータベースセンターでは、広報活動とかこういった講習会みたいなところでの説明とかですね、あと展示会に行って説明するとか言ったりしています。あとは後ほどちょろっと紹介するんですけれども、人に関するデータベース、人の、配列とかそういったもののデータベースの運用に関わっています。では早速始めます。まず講習を始める前になんですけれども、この講習に参加する前にすでにバイオサイエンスデータベースセンター NBDC という名称を知っていた人、4割ぐらい4割ぐらいでしょうか。じゃあ初めて聞く方もいると思うので、ちょっと途中で JST と NBDC どういうことをやってるところかみたいなこともちょっと中心に話を進めていきたいと思います。で、今から紹介する内容は通常はAJAX 講習会っていうのをそれまた NBDC の方でやってるんですけども、その時には私どもが提供しているサービスを実際にハンズオンで使っていただきながらやるような内容なんですね。なんですけど今回はちょっと時間も短いので、この後続く2人も含めてですね、基本的にハンズオンなしという感じになるかと思うんですけれども、一応情報としてこういうのがあるなと分かっていただいて、後で自在にこう自由にウェブで言っていただいて自由に使っていただけるようなものばかりですので、基本的にはだからそういうところは情報として持ち帰っていただければと思います。そういう意味ではコマンドラインとかないので、なんかゆったり聞いていただければと思います。で、AJAX 講習会というのはたまたまですね、この8月24日にも関西医科大学のところでやらせていただいたのがありまして、その NBDC というこの候補のページがあるんですけど、ここの講習会ってところに全部資料が過去のものを含めてですね、リンクが全部貼られておりますので、今日ご紹介する内容詳しいことを知りたい方はぜひこちらをご覧いただければと思います。まず生命関係のデータベースっていうのがですね、皆さんもその NGS のデータをハンドリングしたいよということでこの講習に来られてるわけなんですけれども、最近こう情報爆発っていう時代がやってきて、仮説検証型からまずデータ駆動型、データがありきの科学になってきたということです。なのでデータやデータベースを自由にこう使いこなすようなスキルが必要ですし、それから情報学、統計学、数学、計算機科学などが融合した状態でないとなかなかこういったデータを使いこなすことができなくなってきていると。で、そういうことが使いこなせればですね、データをいろいろ合わせ技で検索したりすると、知識発見につながるということで、ある意味チャンスでもあるわけです。で、代表的な生命科学関係のデータベース、こんなものがあります。データベースの内容でこれ分類したものですけれども、DNA 塩基配列とかだったら皆さんおなじみかと思います。ジェンバンクとか、あとこれヨーロッパの ENA、 それから日本にはそれの3極と1つになっている DDBJ というところがあります。あとアミノ酸でもユニプロット、スイスプロット、このあたり皆さん聞かれたことあると思いますけれども、日本にはこの DNA 塩基配列の DDBJ とですね、あとタンパク質の立体構造もワールドワイド PDB というそのやはり3いろんなところが一緒になって、立体構造のデータをシェアしましょうという取り組みに、大阪大学が入っておりまして、それでそこでやってると。それからですね、あと非常に有名なのが兄弟科研でやってる KEG というサービスね。これは本当に世界的に有名で皆さんも絶対使われたことがあると思います。で、あとは構築方法から見たデータベースの分類ということで、ちょっとこれちょっと古いレポートなんですけれども、この統合データベースプロジェクトというこのプロジェクトが始まった頃に調査された内容のものです。例えばバンク型、それからプロジェクトで生み出されたようなものとかいったこういった形のものがありますけれども、バンク型っていうのはこれも皆さん絶対アクセスしたことあるその DDBJ とかですね、 PDB とかこういうところは自分で実験をしてなんかこうデータが出たらまず登録してそれから論文に持っていくというタイプのものですね。そういうのがバンク型です。だからやる人は測定者と登録者みたいなところになっています。あとはだんだんこう情報が複雑になってくると、例えばそのデータベースについていろいろなキュレーションで情報をいろいろつけてやるということが必要ですけど、それが今やっぱりできるのはある程度人間がやるしかなくて、そういったものがデータベースの型として一つキュレーション型というものがあります。さらに先ほどご紹介した KEG なんかはもうちょっとそれを知識モデルの形にコードに処理をしているもので、これもやはり人間が介在しないとできない。それからさらにレビューのような形で出てくるものは読み物とかにあります。これも特定の人間が手を加えないといけなくて、例えばこういうのの例がオミムという病気のデータベースですね、こういったものがあります。
で、バンク型データベースちょっと繰り返しになりますけれども、DDBJ、ジェンバンク、ENA とかこの PDB とかでは、まあ、世界で解読された塩基配列立体構造を査定して受け入れてデータベースに蓄積して効果して共有すると。で、その代わりにアクセッションナンバーを付与してこれで皆さんが論文を書けるということになるわけですね。で、論文側が必ずこのアクセッションナンバーを求めて公的なところで誰もがアクセスできるような場所にそれが置いてあるよということを担保してねということになりますので、これが絶対必要になってくるわけです。で、こうやって古くからですね、生命科学というのは割とそのみんなでデータを共有するということが割と当たり前に あるレベルで行われてきてたわけなんですけれども、それをまあ後押しするような形でですね、一つ国際的な動きがこんなものがあります。2013年の6月に G8 科学大臣会合っていうのはサミット の科学大臣版みたいなやつですけれども、そこで共同声明がありまして、もともと論文はオープンアクセスってこの言葉を聞かれた方はいらっしゃるかなと思うんですが、こういう論文はオープンアクセスにしていきましょうということで皆さんが PDF で読めたりとかする状況があったかと思うんですけれども、それに加えて研究データもちゃんとオープン化していきましょうというような、そういうの世界的な議論が加速しまして、でそれに伴って日本でもじゃあ日本もなんとかせんといかんということで内閣府での検討をしたのがこの国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会ということです。もう26年の12月から27年の3月ってちょっとなんかかなり駆け足でやったっていう内容なんですけれども、最終的にこう出た結論といいますか、こういうふうにやって進めていきましょうという、ステートメントがこういうふうに出ていまして、オープンサイエンスをやることでですね、イノベーションの創出につなげることを目的としたこういう新たなサイエンスがこういったオープンサイエンスであるというような定義をして、みんなでこれを進めていきましょうというようなステートメントを出しています。で、このステートメント生成26年からの検討会でこう出てたわけなんですけれども、私どものセンターが今現在事業を運営している統合データベースというものがありまして、それはもう2000年の11月からですね、ゲノムを決めるっていう話になってた頃からですね、でゲノムの情報管理の我が国の戦略についてということで、検討が始まってというところから発端に、いろんな、統合データプロジェクトというような文科省のプロジェクトが起きたり、それから、それを統合する形で今バイオサイエンスデータベースセンターでもってライフサイエンスデータベース統合推進事業というものを進めているわけです。この年表はですね、一応テイクフリーのところに置いてあったんですけれども、カラフルなパンフレットのところの裏のところに書いてあるので、もしご興味のある方は後で取っていらっしゃらない方はぜひ後で取ってください。それで、そもそもこうデータを共有することの意義はどういうところにあるのかということなんですけども、科学と世界では本来データは第三者と共有するものであって、それはどういう意味かというと、まずその科学発見したことがちゃんと再現できるかということが真理かということですね。そういうことを確認するためのものなので第三者と共有すべき。それから、データそのものが間違っていないかという、第三者の目で検証するというのは透明性も必要、こういうことがなかなかできていないのが昨今残念な状況があったりするわけなんですけども、そういったものが必要だからこう第三者と共有することが意義があるということなんです。でさらに最近はですね、それが再利用の観点から、新たな解析をしたり共同研究とかそういうことにつなげるために、あるデータは使い倒しましょうということで時間や費用節約になるからということで再利用の観点も出てきています。さらにはそういった大量のデータがあることでですね、そのマイニング等々の新しい技術を開発するためのそういったものにもなるということ で第三者と共有することをどんどん進めていきなさいというのがさっきのオープンデータオープンサイエンスの動きなわけです。それで、あとこれは欧米で言われていることなんですけれども、大体こういうのは公的な機関でこう研究されたというデータが公開されているわけなんですけれども、それを生み出す研究というのは基本的にすでに市民が払った税金で行われているということなので、その出てきたものは市民も平等に使っていいものであろうということで、それにもう一回お金を払うというのはちょっと違うんじゃないのということで、公的資金を通したデータは全ての市民のものであるということで、国などの公的資金を投じて得られたデータは共有へ持ってきましょうというのが基本的にもともと欧米の考え方ですけれども、こういうのが最近は日本の中でも、言われてくるようになってきました。さてそういったところで私どものところの、データベースセンターがですね、何をやっているかということで、まず、科学技術振興機構、この名前は聞いたことありますよねって思うんですけど、科学技術振興機構は、5年
5年後とかなに中期目標とかいうのを出してるんですけど、たまたまこの平成29年この2月、この一番新しい今年度からの中期目標というのが出てまして、その中で3本柱がこのように立っています。でそれの2番目に地の創造と経済社会価値への転換というのがあるんですけれども、そこに情報基盤の強化というのがありまして、そこの項目の中にライフサイエンスデータベース統合の推進というのがあります。でライフサイエンス研究の成果を、広く研究者コミュニティに共有するということが目的なんですけれども、先ほど出てきたオープンサイエンスの動向を踏まえた戦略を作って、そのポータルを作ってサービスをしていきなさいということがここに謳われているわけです。でバイオサイエンスデータベースセンターなんですが、JST のその JST 科学技術振興機構の中の一つのセンターでして、2011年の4月に設立されました。でこれの前にその文科省の統合データベースプロジェクトがありましたので、その成果も受け皿となりつつ、JST の中にあったセンターと融合しながら、一つの新たなセンターを作ったということです。で私たちのこのミッションはですね、ここに一応4本柱書いてありますけれども、こういったものになってまして、先ほどのミッションなんかにも沿ったものなんですけれども、その中で一つデータベースの充実ということで、実際にデータベース皆さんに使っていただくものを充実させていこうということで、基盤技術開発とファンディングプログラムというものがあります。それがその次のスライドに書いてありまして、実は今ここスライドはちょっとボケボケになってると思うので、実際にはそのパンフレットの中も開いていただくとこの部分が出ておりますが、ファンディングプログラムの方はですね、例えば分野ごと、例えば植物とか、いろんな分野ごとでもそうですし、それから、モレキュル対象とするようなモレキュル、例えば画像とかですね、そういったものとか、タンパク質 のプロテオームとか、そういった、対象とするものも含めて、いろんなこの生命科学には かなり広くいろんな分野があるんですけれども、それの分野の中で、中心となるような先生方に、それぞれの分野、それぞれのモレキュールを対象としたようなデータベースをまとめていただいて、それを私たち のデータベースのところに収めていただいて、皆さんが使えるようにしていくというような形で、ある意味2段階 の統合をやっておりまして、それのファンディングプログラムというのは先生方の方にそのデータベースを作っていただくサポートをするようなプログラムになっています。皆さんにも関係するようなもしかしたら分野があるかもしれないので、ぜひ一度ご覧になっていただければと思います。でそれとは別にですね、データベースを統合していくために必要な基盤技術をやりましょうということで、こちらが DBCLS という、これから私の後に2人しゃべるんですけれども、その2人が所属しているセンターですが、そこはどちらかというと、ここら辺から出てきたものをですね、どうやったらいかにまとまったように使えるかというようなこととかを研究したりとか、あとは皆さんが今からいろいろハンドリングしようと思っている NGS のデータですね、そういったデータのハンドリングについてもいろんなツールを開発したりとか、そういったことをやっております。で欧米とかで NCBI とか EBI というセンターを聞いたことあると思うんですけど、基本的にそういうところは中央集中型のデータベースでして、巨大なサーバーを持ってて、そこに全部とにかく入れろっていうふうにプロジェクトやるときのお約束をさせて、絶対そこに入れるってことをやらせるんですが、私たちのところそんな巨大なサーバーをなかなか持つのできないので、ちょっと連邦型統合 DB っていう呼び方をしてるんですけれども、皆さんのところでやっていただいたものを、緩くつないでですね、結合しながらその統合データベースというものを実現していこうということをやっております。ですね、それで生命科学分野の、まずそのごめんなさい、もう一個抜けました。もう一個ですね、紹介しておかなきゃいけないのが、データベースのデータの公開ということをやっています。もちろんその作ったものとかをですね、皆さんに使っていただくために、ポータルサイトを作って、その関連サービスも含めてデータを公開するということをやっております。であと、これについてはちょっと簡単に後で触れていきたいと思います。で文科省の統合データベースプロジェクトが始まったときにですね、生命科学分野のデータベースに対する要望というのは大きく分けてこんな3つのものがありました。まず、プロジェクトいっぱい立っててデータベースできてるんだけど、どこにどんなデータベースがあるのかよくわからんというような問題ですね。なので、もう一回同じことをやるんじゃそれを時間も無駄だし、あるものは使えばいいので、まずそれを整理しますということでデータベースのカタログを作っています。
で次に、まあ、複数のデータベースを横断的に検索できないかというのはですね、まあ、こういうデータベースがあるよと分かってそこの URL 行きますけど URL ウェブサイト行きますけど、そしたらそこで検索してまた次のがあったら次のところ行って検索してっていうのを延々と繰り返さなきゃいけないわけですね。それがまあ片手ぐらいだったらいいでしょうけど、そんなのが100とかもし見つかってきたらもう全然そんなのやってる暇ないので、じゃあデータベースの中を横断的に検索するような仕組みがあったらいいんじゃないかということで、データベースの一括検索という仕組みを作りました。でそれからさらに一歩進んでですね、データセットをデータベースが見つかってそこでいちいち検索してその一つ二つの結果を持ってくる、それだけではなくて自分でそのデータを丸ごと使ってみたいという要望もありまして、そのデータセットを取得できないかというようなことで、データの一括ダウンロードができるようなそういうサービスもやっております。ここをまあ私たちの中心とするようなサービスになっています。でそこでまたその共有のまあ具体的な仕組みを進める際にですね、まだちょっと実は問題がありまして、データを利用する際の問題点ということでまとめたこの資料はですね、いくつかのその仕組みでないところの問題をちょっと指摘しています。でまずは、どんなデータが中に入っているのかよく分かんないということで、いくつかのデータをこう比べてデータベースを比べてみたときに書いてあることがバラバラだと当然分かんないわけで、なのでデータフォーマットをなるべく標準化して同じような項目をきちんと書いてもらいましょうということを進めています。それから、求められるデータが入っているかということなんですけれども、まあ、使いたいデータが見つからないというのがよくあることなので、それを、解消するために、まあ、プロジェクトなどが起きてきたときにですね、確実にそのデータを私たちのところに預けていただけるように、まあ、データを集めるための仕組みということで、公的な研究には帰宅を義務付けるということで、これは例えば文科省でやるような、プロジェクトですとか、厚生労働省でやっているこう厚労課研とかああいったところでもデータは公的なところにっていうような文言を徐々に入れていただけるようになりました。で最後にですが、どのように使っているのかっていうのをよくわからないということですね。データはあった、これなんか使えそうなんだけどこれ本当に使っちゃっていいのかしらということがありますので、例えば論文に引用してもいいのかとか、まあ、コマーシャルで使ってもいいのかとかいうことですね。そういった利用条件の標準化明示みたいなこともちゃんとしていかないと、パッと見たときにまたいちいちデータ作成者にこう問い合わせてから出ないと使えないというのは非常に煩雑だということで、そこのスピードアップをしましょうということで利用条件の標準化明示ということを進めています。でそれのやり方の一つとしてこのクリエイティブコモンズっていうのがありまして、まあ、これあんまり聞いたことないかもしれないんですが、著作権に関する、仕組みです。再利用と共有を促進する仕組みということで、著作をした側がですねこういうふうに使っていいよってことを宣言するための仕組みなんですけれども、基本的にこの4つの項目ですね、例えば表示っていうのは作品のクレジット、これも作品で著作権だからもともと作品って書いてあるんですけど、私たちのことこの作品をデータベースとかいうふうに置き換えて考えて、じゃあデータベースのクレジット、その研究者の名前とかプロジェクトの名前とかちゃんと書いてくださいっていうことを明示するとかですね、あと、まあ、残念なことに非営利でないと使っちゃダメよっていうようなことを宣言することも一応可能性としてはできます。それからあと改変しちゃ困りますっていうのと、あと継承っていうのはちょっと難しくてですね、元の作品、まあ、今言うデータベースですけど、それについていた同じこう条件があればそれをそのまま継承してくださいということなんですね。なので例えば表示継承と書いてあったら次に二次的に作ったものも表示継承としていただきたいと、そういうような意思表示になります。でこの4つのマークを組み合わせることで、ここからこちら側の6種類のライセンスがクリエイティブコモンズというところで、この詳しく知りたい人はここを見ていただければ分かるんですけれども、提唱されてまして、1つはクレジットだけ書いてくれればいいよっていうのと、それから先ほどちょっと言った CC by SA、表示と継承をしてくださいっていうこの2種類ですね。 NBDC ではこの2種類プラスもう1つパブリックドメインといって、こういった条件何にもつけませんとあえて言う、何も書かないと何って著作権って基本的にすごく強い著作権になっちゃうので、著作者があえてパブリックドメインです、これはパブリックドメインなんて何にもしなくていいですということをあえて言っていただくということの、この3つのライセンスのどれかをつけていただくということを NBDC は推奨して、データベースを私たちのところにお預かりしたり使えるようにしていただいたりということをやっています。さてちょっとかなり駆け足ですが、次にですね、
じゃあ NBDC のポータルサイトでどんな感じになってるかってちょっとかなりこうごちゃごちゃしていて、今実はこれ絶賛見直し中なんですけれども、今後もっとすっきりした形になってくるかとは思うんですが、実はかなりいろんなことをやってるってことがこれ一目見てお分かりかと思います。でポータルサイトには現在はですね40種類以上のサービスが載ってまして、 NBDC と検索していただくと大抵の検索エンジンはトップで出てきますので、もしそこでお時間のある方は適当に見ていただければありがたいんですけれども、基本的に生命科学のデータベース関連のものしかありませ ありません。で、登録は不要、一部を除くというのはちょっと後でご紹介する人のデータベースに関してです。でもちろん無料で、すぐこのサイトが見られますし、どこからでも誰でも使えるようなものになります。で今からちょっとこのカタログとか一括検索とかですね、あとデータの一括ダウンロードとかちょっとご紹介したいんですが、先ほどご紹介した統括推進プログラムといって各分野の先生にいろいろまとめていただいたデータベースというのはここに全部リンクが貼られている、今のところはこの状態になっています。で、一つ目の、データベースのカタログというのを概要をちょっとご紹介します と今収録のデータベース1600件以上になっています。で国内でいろんなプロジェクトが起きてきたときに、そこで作られたデータベースを活用していただこうというのが一つの目的でもありますので、国内で、公開されているデータベースを中心に集めています。それから、項目、記述項目をきっちり揃えて私どもの方で整理していますので、どんなデータベースかということとかが、例えばどこが作ったものかとかですね、あとは どんな生物種の対象なのかとか、そういったことがきちんと分かるようになっています。でもちろんキーワード検索、あるいはカテゴリーからこう絞り込んだりするような、検索のいろんな機能がついております。で次のページに、そのデータベースのが、見た目こんなだよということがご覧いただけるんですけれども、真ん中のところがパッと開くとこういうふうになっていまして、この新しいものから 上から順になっています。でこちら側が絞り込み機能を持っているところで、例えばこれウイルスとかポチッとしていただくと、今ここ51件ウイルスがっていうのがあるんだよって言うんですけど、ここが51件になって、そのウイルスに関係するところだけ出てくると。でいくつ違 こうカテゴリーのところでいくつか絞り込むを、重複させることができるので、そういった形でどんどん絞り込んでいただいて、ご自分 の欲しいデータベースの群を見ていただくというような形になっています。で、この辺りリンクいっぱい貼られてますけど、こういうリンクをサムネイルとかこういうリンクを叩くとオリジナルのデータベースいきますし、この詳細へってところを叩いていただくと、私どものところで先ほど20項目揃えて、説明がちゃんと書いてありますよって申し上げたんですけど、こういったことをちゃんとご覧いただくことができて、データベースってですね、このサイトに行っても何のことやらよく分かんないというのはよくあることなので、まずはこちらを見ていただいて、どんなものかなということをまず把握していただくのがいいんじゃないかなということで、このカタログを作っております。次に、データベースをじゃあ今度一括で検索できるようにしようということでですね、データベースの横断検索という窓口がやはりポータルサイトの左上のアクセスしやすいところにあるんですけれども、今生命科学分野のコンテンツを対象にした検索システムはで、VCDB の中や、文献直情報を合わせて621件、VCDB の中といいましても、これはブラストとかそういう検索の仕方ではなくて、その、データについていろいろテキスト書いてありますけれども、そういうのを一緒に合わせてテキスト検索をするということですね。そういうものと文献とか特許情報を合わせて検索ですることができます。で検索キーワードは裏でこう日英相互翻訳やってまして、京都大学の金子先生のライフサイエンス辞書を使わせていただいて、変換をしてますので、日本語で入力しても英語の、レコードもちゃんとかかってくるというものです。でいくつか絞り機能とかもあるんですけども、ちょっとこの辺あまり詳しく説明するとかなり時間も取られてしまうので、もしご興味のある方は先ほどご紹介したアジャックスという講習会の資料に行っていただければ、あと間もなくその実際にこうやって講習やった動画なんかも全部公開されますので、そういったところを見に行っていただければいいと思います。あとちょっとじゃあ私たちよくこれどういうものですかと、この横断検索どういうものですかって言った時に、生命科学の Google 検索ですとかっていう紹介の仕方をするんですけれども、じゃあ Google 検索と何が違うかというところだけちゃんと言っておかないといけないと思うので、このご説明したいと思います。Google でマウスと検索すると、私たちが欲しいのは大体こうネズミちゃんのマウスなんですけれども、出てくるのはこういうマウスが当然いっぱい、普通の Google の記事ではいっぱい出てきます。
これは当然ですよね。で、私たちのところではこれも生命科学に特化したものを裏でその Google 検索のようなことをやってますので、まあ、こちらのものがちゃんと出てくるようになっているということが一つ。それからですね、あとデータベースって実はそのデータの階層構造が非常に深くできていて、で普通のこう Google 検索とか Yahoo の検索っていうのはこの表層ウェブといって一番トップレイヤーに出てるところしか検索しないのがまあ普通なんですね。なので実際は検索されてる対象物がですね、例えばこの Google なんかだと公開ウェブの 53.2% 程度だというようなこういったリポートもありまして、こう全体から見るとかなりデータベースの検索には通常の Google 検索は適してないということで、まあ意図したものとは異なるということと、その網羅性がやっぱりちょっと足りないということで、やはりこの生命科学のことを検索するにはこちらの横断検索がいいですよということをお勧めしています。で対象となっているものはちょっと今この600何十には少しちょっと足りなくて、ちょっと古いデータなんですけども、大体まあざっと並べるとこんなようなものです。文献とか学会用紙もまあご協力いただけるところからはお預かりして検索にかけてますし、あとは文書としてなんか出てくるもの、公的なものですね、文科省の報告書とかですね、そういったものも検索かかるようにはなっています。あとこちらの下の方のこちらの部分は先ほど申しましたけれども、中に書いてあるそのモレキュールそのものの配列情報とかではなくて、そこがどんな分子ですよというようなことが書いてある説明の部分とかですね、そういったものにかかるようになっている、そういうテキスト検索です。でその後ももう細かいのでだんだん飛ばしますけど、ここまあGoogle 検索ライクなので検索窓は1個です。なのでここにいくつか入れていただくことも複数入れていただくこともできますし、あとこうサジェスト機能とかいろんな機能があるというようなご説明で、このあたりはやはりもし詳しく知りたかったらちょっと講習会の資料を別途見ていただければと思うんですけれども、一つをお伝えしておきたいのがですね、こちら側にいろんなこう機能的なリンクみたいなのがいっぱい貼られていて、中にはその関連語句とかですね、思想ラス関連する言葉がどんなものがあるよというのこととかですね、同義語とかですね、そういったものがあるのと一緒に、ここに外部リンクっていうのがあるんですけれども、ここをパコッと開いていただくとこんなものがざーっと並んでまして、まあ言葉がよく分かんなかったらウィキペディアとかですね、あとはこの J なんとかってついてるのは実は JST の, サービスだったりするんですけど、この J グローバルっていうサービスのところも行っていただくと、このインフルエンザって例えば検索するとですね、この検索キーワードがもうそのままそのリンクの中に入るというような便利な機能になっていて、またいろいろ科学技術の情報についていろいろ調べられるところなので、もしよかったらこういった外部リンクもお使いいただければと思います。3つ目の、生命科学データベースアーカイブ、これもなかなか、説明するといろんな機能があって細かいので、これもぜひ講習会の、資料を見ていただきたいんですけど、まあ、要はですね、ここは国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスです。で今133件で、なんで国内かっていうと、まあ、その先ほど言ったその、使用条件とかですね、by SA で、表示継承でお預かりするということをいいですかということを、まあ、国内の先生方にそのプロジェクトをやっていただいた先生方なんかと交渉してここに置いていただいているというのは経緯がありますので、基本的には国内で作成されたデータベースをここでお預かりするというような形になっております。でいろんな形式でダウンロードできますので、その後使いたいアプリケーションに応じていろんな形でダウンロードしていただけるということですね。先ほど言いましたように CC 表示継承ライセンスというのを基本的に採択しています。中身にはこんなものがあります。対象物で分けるとだいたいゲノム遺伝子とかですね、こういったものがあって、あとデータの種類でいうと例えば表現系とか、まあ、配列はやっぱり多いんですけれども、発言データとか画像とかですね、そういったものもありまして、さっきの統合化推進プログラムとかで開発されたデータベースもデータセットとしてここにも置いていただいてますし、各先生方のところでウェブサービスとして、検索できるようになっていたりとか、そういったことで、まあ、いろんな形でご提供して皆さんがいろんな使い方ができるようにということでご提供している一つのものです。でこれもちょっと機能がいっぱいあるんで、まあ、検索ができますよということとかですね、あとまあこういった項目でソートができるとかですね、でデータベースの中まで検索に行けるようなものがあったりとか、あとここはちょっとブラストの機能をちょっとつけています。なので配列系のものは配列相当性検索もできますし、あと画像を含むデータベースの中を検索することもできます。
これちょっとまたその個別のリンクを見に先を見に行っていただければどんなやり方なのかなというのをちょっと見ていただけると思うんですけれども、で例えばあの今オープンティージゲートというのを入れると、まあ補完的にこう OPE まででこの3つが出てくるというような状況なんですけれども、まあデータベース その説明をこう確認できたりですかね、あとはダウンロードするようなリンクがあったりとかいうことで、利用許諾は全部ここで、基本的に表示継承なんですけど中にはちょっと違うのもあったりするので、まあ使われる際には必ずここをご確認の上お使いいただければということです。でもう一つ、あのなんか皆さんがすごく気になるのが、他の人は何をどう使っているのかっていうことが結構気になるらしくてですね、いつもこれ利用状況っていうのを聞かれるんですけれども、これは7月のちょうど利用状況ですけれども、チップアトラスというのはチップセックのデータを、あの公共データベースの公開されているデータを再解析したデータベース、これまあリファレンスになるようなデータですよね、そういったものを公開しているこのデータベースが非常にダウンロードが多かったということです。あとはさっきちょっとご紹介した OpenTG Gates っていうのは、170の化合物をラットとかあの人細胞に使った遺伝子発現と毒性のデータベースなんですけど、これはもう常にあのトップ3に必ず入っているというような、そういった人気のあるデータベースですというようなことがここで見て分かります。あとこれはちょっとお願いなんですけど、もし皆さんがなんかデータをこう作られてですね、もうあの誰かにこう使ってほしいとか、あるいはあのもう自分のところで維持するのめんどくさくなっちゃったからというようなことがもしあったらですね、ぜひここに捨てないで、ぜひこのデータをアーカイブに入れることをご検討いただきたいというふうに思いますので、ここに連絡先書いてありますので、ぜひぜひあのご連絡いただければと思います。で、まあ、NGS に関することを中心にしようと思ったんですけど、実はあの NBDC が直接サービスしていることってそんなに大きくあの NGS に関することはなくて、今からお話しする人に関するデータ関連のサービスというところが、まあ、ある意味大きく関連するところかなと思うので、ちょっと詳しく説明したいと思いますが、NBDC の人データベースというのは人に対するあらゆるデータを対象としたデータベースです。で、二重に匿名化、あのこの匿名化という言葉自体も今ちょっと個人情報保護的にはあんまりあの正確なあの言い方ではなくなってしまったんですけれど、まあ、あのリナンバーしていただくとか中の符号をつけていただくということを二重にやっているということが条件で私どものところで受け入れるということになっています。で、普通は、まあデータを使わせてくださいって共同研究なんかで申し込んだりするときに、その、審査をそれぞれの機関でやると思うんですけれども、ここにデータを預けていただくとですね、まあ、あのデータを提供するときにもその共有していいかどうかの審査もさせていただくんですけれども、その後利用の際にいちいちこのデータ提供者の先生がこうなんかいろいろ調整することなくですね、私どものところの条件であのこう払い出しますよということをご了承いただければ、まあ、利用に関する審査を私たちのところがしますということをやってますので、まあ、そういう意味では提供者の方が手間なく、まあある意味コラボするような相手も見つけられるみたいな、そういった仕組みになっているかと思います。で、最近あの個人情報保護法も変わったんですけれども、まあ、そういったところにも柔軟に対応していくようにしていこうと思ってますんで、 あまりこう大きく臨時審査の方に外れることなく常にアップデートして、適切なあの配り方をしていきたいと思っています。今あの制限公開データ、その審査が必要なデータが44件ありまして、結構2万人分、3万人分ぐらいの結構大きなプロジェクトのデータも入ってるんで、そういった人数分のデータがもうすでに中に登録をされています。ちなみに場所はあのここにこのトップページのこんなところにリンクがありますので、なんかもし、ご覧いただくとですね、こんな感じのトップページです、まあ、ちょっと説明が書いてあって、下にこうずっと下バーってありますけど、今のところ全部置けるぐらいだからとりあえず全部ここに置いてますけれども、まあ ID があったり、そのどういう研究題目から出てきたものかとかですね、あの誰があの作られたものかとか、そういったものが書いてあります。あとどういう何人ぐらい あの症例が入ってるかとかですね、あとは、どういった手法で取られてきたデータかということで、ここに、まあ、エルミナとかあの NGS の解析生データが、まあ、数多く収録されているということになりますので、ここはもしかしたら皆さんが今後、研究の内容によってはお使いあの申請をしてですね、あのお使いになり売れるような場所なんじゃないかなというふうに思います。中に入っているデータは、
さっきの審査が必要になっているところはですね、制限公開データといいます。これは利用について審査が必要になりますので、それぞれの機関でまず倫理審査を通していただいて、使いたいですということを申請していただくというものになります。から非制限公開データというのはウェブサイト等から制限なく公開できるもので、例えば集団の統計値とかそういうのは個人が特定できないので、そういうものを入れています。あとは他にも特定の個人由来ではないような資料がありますけど、そういうような解析結果もそこに入っています。でここに皆さんがデータを入れる提供者側がこれを利用するモチベーションの一つは、もちろんここで発行される番号が論文に使えるということなので、一回こう登録をしてですね、しばらくちょっと公開を待ってくださいというようなことで、公開待機データが中にいくつか今も現在もまだ公開にならないものがあります。でこういうものは論文が公表され次第ですね、こういったところに移っていくということになります。でデータ共有の仕組み、ちょっとまあややこしいんですけど、ルールみたいなものはその NBDC の中で一応委員会を作ってですね、データの共有ガイドラインとか、あとどういったセキュリティのもと使ってくださいねというようなことのセキュリティガイドライン、こういったものを作ってあるので、利用に際してはこれをちゃんと読んでいただきたいというのがあるんですけれども、提供者の方もちゃんと申請が必要、それが本当に共有していいものかどうかというデータであるかどうかということが確認が必要なので、申請をしていただいて私のもとへ確認をしてデータベースに収めるということをやっています。で利用者の方も同じように、申請していただいて、アクセスできるような情報をお渡しするということになっています。で年に1回こうちょっとリポートしてもらうとかいろんな義務が生じますけれども、研究の内容に従って、申告していた内容に従って自由にその配慮を使っていただくことができますので、ぜひ利用していただきたいと思います。で実はこの制限公開データの方ですね、DDBJ という先ほど一番最初の方に出てきたセンターの名前ありましたけれども、ここに JGA というデータベースがありまして、DRA というデータベースは聞いたことあると思うんですけど、DRA の方はオープンなデータが入ってます。 NGS のオープンなデータが入っていて、また後からちょっと話に出てくると思いますけど、皆さんがそこで自由にダウンロードして使えるんですけども、それの制限公開版だと思ってください。だから NGS のデータはこの中にはいっぱいありますけれども、こちらはこういったちょっと複雑な仕組みで申請をしていただいて使っていただく必要があるというようなもので、ここに NGS データがいくつか私のも持っているということです。でセキュリティについても一応こんなようなセキュリティでやってくださいねということで、通信経路を暗号化するとかですね、あとはコピーしちゃダメよとかですね、申告した人だけが使えるとか、申告した時のリストにちゃんと出てる人だけが使えるとかですね、そういったものがあります。あとはちょっと厳しめのセキュリティになると、置いてあるところの入室管理なんかもちょっと必要になるというようなケースもありますが、こういったものも全部セキュリティのガイドラインにある程度分かりやすく書いてあるので、皆さんのところの施設に応じて、適切な処置をしていただければというふうに思います。終わりの方になってきましたけども、その他のサービス例ということで、いつもでしたらこのアジャックス その講習会ではいろんなサービス、使えるサービスご紹介するんですけど、今日は多分その後半の2人がいろいろ喋ってくれると思うんで、ここは割愛します。で最後になんですけれども、実は私たちのところは文部科学省の下の機関です。で、文部科学省のいろんなデータベースを扱っているわけなんですけれども、実は、日本でこの生命科学系のいろんなデータベースの、プロジェクトとかやってるところっていろんなところがありまして、例えば経済産業省とかですね、もういろいろやってるんですね、お台場の方とかで、からあるいは、厚生労働省も今データベースでいうと大阪にある医薬基盤研、昔医薬基盤研って言いました、今ちょっと長い名前になってますけど、ここのところで、いろんなデータベースを、取りまとめていただいている先生がいます。それから農水省はですね、もともとやはり統合データベースプロジェクトというのは同じような名前のデータプロジェクトもありまして、筑波のところでデータを集めていらっしゃるということがもともとありましたので、実はこの4省が協力して一緒にそのポータルサイトを作りましょうみたいなこともやっています。で先ほどご紹介していたカタログとか横断検索とか、もうそういうのも全部それぞれの4つの機関が持っているようなデータを全部まとめたところで検索できるようになってますんで、
利用する側はあまりそういうことを意識せずですね、私たちの方でなるべく一生懸命努力してこういうところが一緒に やってますよということだけ一言申し上げたいと思います。でまだまだ実はその私どものところのデータ共有一応これだけ進めてはいるんですけれども、なかなかいろんな問題があります。一番大きな問題はですね、NCBI とか EBI とかと比べるともう人員とか予算とか圧倒的に不足しています。桁違いに不足しています。もうこれちょっとどうしようもないところでもあるんですけれども、そういったところが非常に問題なのと、あとやはり皆さんみたいにこうスキルをだんだん上げていくのはバイオインフォーマティクスをこう人材を作っていくっていうところがなかなかうまく回ってなくて、そういった人たちがなかなか多くなってこないっていうのが実は非常に一番問題なのかなというふうに認識しているところです。で最後になんですけど、もしですね皆さんがこの NBDC のいろんなサービスを使ってですね、こんなことできたよってことがありましたら、ぜひ活用例を報告してくださいというお願いになります。これはポータルサイトのところに常に右側のところにバナーを載っけてるんですけど、もう簡単でいいので、こんなデータ使ってこんなことできましたって、基本的に NBDC で提供しているものでくれたらすごい嬉しいんですけれども、そうじゃなくてもこんなデータの活用の仕方あるよみたいな、そういったことでも構わないので、ぜひぜひ何か思いついたらですね、論文化してからで結構です。ぜひぜひ教えてくださいということで、私のパートこれで終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。質問とかありますでしょうか。まず言っていいんですか。はい、このスライド26でデータベース横断検索の検索対象のところに J ステージは入ってないんですか。J ステージ、 J ステージは入ってないかな、横断検索には。なんでなんですかね。というのも結局学会の文献の用紙とか、はい、学会の用紙なんかも J ステージ入ってますよね。用紙とかもあるし原稿とかも。そうですね、はい、そうなので、まあちょっとなんかいろいろその全部をやっぱり全部やっぱりガッて全部、例えば JST の中全部まとめれば本当はそれが一番いいんですけど、なかなかやっぱりそう いけないハードルも中にはあります。なので、例えば横断検索なんかもそうですけれども、外部リンクみたいな形で JST の方も飛ばすと。だから J グローバルっていうのもそれなんですけど、J グローバルのところも外部リンクで、まあ、緩やかな連携をするって言いますか、そういった方にちょっと今なってるんですね。省庁間での連携がなかなかうまくいってないじゃないかっていうツッコミがよくなんか皆さんされてると思いますし、いや多分これは若干批判的なところになるとは思うんですけど、うんうんうん、JST 内でぐらいどうにかしてくださいよっていうのが多分一般的なユーザーのすごい希望というか、なんでそれができないんですかっていう率直な感想なんですけどね。それは伝えたいと思います。なんですが、一つにはですね、他のサービスってその生命科学に特化してないんですよ。なので科学技術全般になっちゃって、逆に多分それ入れると一般の Google 検索と同じでノイズになるという部分もあるかと思います。なので、こちら側でまず検索して、さらに関連情報があればみたいな、そういう連携の仕方をするというのが今のところの私たちの解決策ということになります。うまくいっちゃられるところでかありがとうございました。